皆さん、Hello everyone! 響きの所属声優が YouTube でお送りしている響きのスタイル、本日の担当は私、つむぎりさでございます。ということでね、なんとね、タイムリーな感じで先日ね、我らがレーザースイレン、あのバンバンドリドリのレーザースイレンの舞台が無事に終わりました。本当にありがとうございました。いやもう本当ね、この情勢だからさ、いつ何時どういうことが起こるかわからない状況だったんだけれどもね、もう愛すべきこのスタッフさん、キャストさん、そしてユウたち、もう本当にさ、もう席立たないでねって、声出しちゃダメだよとか、いろいろ縛りはあったんですけども、みんなもお利口ちゃんに聞いてくれたわけだから、もう千秋楽まで無事に終われたっていう、もう本当にアンストッパブルな感じの舞台でございました。本当に皆さんありがとうございます。またね、これの映像とかはさ、今後のニューシングルだったりとか、あ、なんなら我らのねアルバムとかもこれから8月とどん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 発売されていくので、ぜひぜひ要チェックラウ。さあ、そんなところで夏なんですよ本日で、私は今とてもお腹が空いている、こんな企画やりたいと思います。題して、ホットサンドメーカーでできるかなっていう機会になっております。本日はね、これでってるホットサンドメーカーさんを使ってですよ、お料理してこうっていう回になっております。先日ね、つむぎもついに24歳になりましたから、もうお料理できるもんっていうところをちょっとみんなに見せていきたい所存でございます。使ったことないからさ、ちょっとよくわかんないんだけど、まあいろいろ挟んでなんか物を作り上げていこうスタイルな感じになっております。本日ね、楽しみだね。本当私今日何もまだ食べてないから楽しみでございます。ということで、早速いろんな物質を、あ、物体、あの物を作っていきたいと思います。 Here we go。 まず第1作品目、記念すべき最初は君だ。バーン、肉まん。肉まんちゃん、だってこの子の場合はさ、もうできてるのよ。だってこのままで美味しいのだけど、挟んじゃおうっていうのがつむぎ流な感じ。じゃあまずはね、この肉まんちゃんをこの熱々くんの中に挟んでいきたいと思います。だってさ、一番事故起きないよね絶対、この子だったら。だってこれをさ、そのままさ、ん？こういうこと？え？これさ、え？え？合ってる？え、だってほら、もちもち、ほら、ボクチン、ボクチン苦しいって言ってる曲、どうすんのこれ、え、これ、これ、え、ちょっと、これ合ってる、ちょっと、はみ出し、なんか、腹のはみ出し肉みたいになっちゃうけど、ちょっと待って、で、これでどうすんの。コンセントが刺さったところで、加熱されている。置いておく、置いておく。あ、やばい、贅肉が、はみ出てた贅肉がなんかちょっと破けてきてる。大丈夫かな。あ、消えたよ加熱の光。いきますよ、ちょ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 、3、2、1、開け、ごま。え、え、なにこれ、なんかさ、なに、でも見てよ、あー、ちょっと待って、あー、え、あ、なんかできたよこれ、誰これ、あ、待って、美味しそう、めっちゃいいじゃん。先にちょっといただきます。あっこ、あ、あ、ん、あ、餃子みたいな、なんか餃子のパンみたいな感じがする。おいしい、うん、餃子パンになった、おいしい。次はてってれ、こちらリンゴだよ。
大丈夫だよ、使えるようだって24歳だからね。次はね、なんとさ、ホットサンドメーカーさんでさ、アップルパイをちょっと作っていこうと思うんだ。だから中に入れるリンゴちゃんをね、切りたいと思うよ。任せてくれよ。なんだって？私は、あれ？待って、あの玉ねぎ感覚だけど大丈夫かな。玉ねぎってさ、まずここ切るじゃん。私さ、あんまり生のさ、あのフルーツをさ食べないからさ、本当にねご縁がないんだよね。ちょっと待って、切るとか言ったけどさ、なんか中にいるんだけど、誰？こういうこと？あ、できたじゃん。あ、これだよ、これこれ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これがパイでしょ。パイだから挟むから、ちぎ、ちぎ、ん、ちぎ、ん、ちぎって、あ、めっちゃいい匂い、やば。これをここに、あ、ちょうどナイスフィッティングサイズ、見える？ナイスフィッティングサイズオブザ、これで、これでまたこれを重ねると、締めると、あっ、次はこちらのメロンパンにみんな大好きチョコレートを入れていこうと思うよ。うわー、だってもう完成されてんのよ。もうこのままでさ、このままなんだけどさ、ここにさらにチョコレートを入れていくっていうさ、もう贅沢なやり方をしちゃうわけよ。どうやって入れようかね。切って、あーあー押さえた指跡がすっごい出ちゃった。これで中身をさ、ほじくり出してさ、入れて入れて、はいはいはい、おやすみなさい。こうだ、これがこうだ。はあ、できた。よし、これでいいんじゃないですか。あ、分かった。じゃあその隣にメロンパン作ればいいじゃんね。よし、これでこうし、あ、これさ、え、どうする？ちょっと待って、これでちょっと様子見たいと思います。ドキドキの一年生。わあ、すごい、わあ、すごいじゃん。やばくない？それじゃん、才能あるよね。ちょっと待って、あ、でも、あ、ちょ、あ、え、これもうちょっといけんな。メロンパンはいけんじゃない、これ。ちょっと、メロンパンさん、いらっしゃいませ。え、やばっ。ていうか挟むだけでこんな、あ、あ、チョコレートさん、こんにちは。ちょ、よいしょ、見て、ほら、チョコじゃん。新商品待たずしてさ、チョコメロンパンが作れるわけだよ。あっ、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 ちょっと待って、まだチョコレートに出れなかった。もくもく、チョコいけ。チョコ、とろけるチョコ、これは間違いないよね。うまっ。さて、アップルパイいきます。せーの、パラッパッパーのやつじゃんこれ。待って、やばい、めっちゃ美味しそう。ちょっと待って待って待って、こんなさ、手軽にアップルパイできちゃうの？もうこれは完成でいいんじゃないかしら。よし、え、おいしそう、イエーイ、アップルパイが出来上がりました。超アップルパイじゃん。ちょっと焦げてる気がするけど、そんなことはないはず。よし、ではいただきたいと思います。やばい、緊急クリアックが、あ、アップルパイやばい。なんかね、リンゴたちの意志もすごい柔らかくなっててさ、もうなんかもうアップルパイに身を委ねますみたいな感じで、めっちゃね、リンゴちゃんも柔らかくなってるし、甘さもあるし、パイもちゃんとサクサクなの。え、待って、これはさ、
続きまして、トゥルトウモロコシ。皆さん、トウモロコシの種はさ、あれなんだよ、温めるとさ、あのみんなが大好き映画館のポップコーンになるわけですよ。おててからのポーンね。おててからのポーン。ねえねえみんな、ね、バコンバコンって言ってたの。行きますよ。数人のねポップコーンはね感知した。あー、いるー、いただきます。うん、超ポップコーン、やばい。無事にちょっとポップコーンができたということで、今からエンディングに行くんだけど、ちょっとエンディングまでの間ちょっともうちょっと放置して、この子が出来上がってるかどうか一番最後にチェックして終わりたいと思います。ということで本日はホットサンドメーカーを使っていきましたけれども、どうだった？まずさ、最初のほら思い出して、肉まんちゃんだったり、あとこのなんだっけ、これ誰だっけ、ん、あのメロンパンとチョコレートのやつからのこのアップルパイも、ちゃんとアップルパイだった。でこれ、ね、今のポップコーンでしょ。最後なんかさ、ここまでちゃんとうまくできるって使ったことなかったから。でも挟むだけで料理ができちゃうっていうこのご時世、どうでしょうか、一家に一台ということで、いろいろやってきたんですけれども、おはーポッポンっていった、私の中での紬的ナンバーワンの子をちょっと決めさせていただきたいと思います。それでは第1位、いやもうこれだったらさ、なんか友達と言っても超楽しいと思う。まさかこんなちっちゃいの買ってやってからさ、あんなポップコーンができると誰が思う。もう挟んで入れて放置すればポンポコポンって感じで簡単にね作れちゃうっていう、そのお手軽さも、お手軽さも素晴らしいと思いますので、ぜひちょっとあの種買ってきて突っ込んで入れてみてください。でもね、個人的に本当に全部美味しかった。この餃子パンも美味しかったし、メロンパンも美味しかったし、このアップルパイなんて特にね、本当にマジでアップルパイって感じだったから、ぜひ皆さんもね、いろいろ冷蔵庫の中とか探って、ちょっと残っちゃったなみたいなもの、とりあえず挟んどけばなんかできると思うんで、ぜひチャレンジしてみてください。ということで、あ、最後にねご紹介がございます。こちらの紹介です。はい、ということでお迎えいたしました。はい、東京池袋にありますミクサライブ東京の中にオープンしていますバンドリ &D4DJ ストアの新商品をね、ちょっとこちらの方をご紹介させていただきたいと思います。このお店はですね、ブシロードの公式グッズストアになっておりいる、なっておりんすってなっておりんすけれども、バンドリと D4DJ を中心に様々なグッズを取り扱っており、過去に開催されたライブイベントのグッズや、この店舗と一部の EC サイトでしか買えない限定グッズを販売しているお店となっております。ということで、そうなんですよ、そういったね、あのストアがあるんですけれども、私まだねちょっと行けてないので、いつかちょっと覗きに行きたい所存でございます。さあ、てなわけで限定グッズがあるっていうことなのでね、ちょっと早速なんですけれども、今回のグッズを一部お預かり、貸して、あ、持ってきていただきましたので、一つずつちょっとねご紹介させていただきたいなと思います。まず D4DJ トートバッグ、こちらですね、てってりー、こちらのすっすごい使いやすいよね、これ絶対 D4DJ のトートバッグ、そして空の空の D4DJ ボールペン全24種類になっております。すごいね。あ、フォトンちゃん見っけ、我らがフォトンメイデンちゃんたちです。キャラクターの顔が、あ、どこだ、あ、いた、わしの声担当しているあの体の出雲咲ちゃんです。かわいいね、フォトンちゃんたち。他のキャラクターのね、あのボールペンたちもいっぱいいますので、チェックしてみてください。からの D4DJ のフレークステッカーと、バンドリガールズバンドパーティーのフレークステッカーになっております。フレークステッカーだって、フレークステッカーなっております。いろいろあるね、面白いね。なんか2つのコンテンツがこうやってさ、手を取り合ってさ、ストアで販売されてるって、なんかエモいね。私たちを感じて日々ハッピーに過ごしてくださいませ。てなわ
けで、こういったねグッズが販売されているわけなんですけれども、そろそろなんと新商品のご紹介をさせていただきたいと思います。今回紹介させていただきますのは8月の新商品ということで、すでに発売されている7日の発売のアイテムと25日に発売される商品となっております。呼び込みたいと思います。おいでー。それでは早速8月7日に発売されました商品をご紹介したいと思います。まずこちら、でん、バンドリガールズバンドパーティーミニショルダーバッグ、そして付け替えショルダーベルトでございます。イエーイ、どうすかバースかバーン。いや、なんとですよ、こちらですね、まずこのねバッグが売られているんですよ。でこれもともとね中にこういうちゃんと付けれる、肩にかけれる用のベルトも入っているんだけれどもよ、 Just a momentこのベルト部分をですよ、自分の好きだったりお尻のバンドのこのベルトをまた別で購入していただくことによって、一つのねまた推しのバッグができちゃうっていう商品になっております。もう早速だからさ、ちょっとまあねここはねちょっといろいろとつけたいところなんですけれども、ちょっとここはね我らがちょっとレーダースーレのものをつけてみたいと思います。これをまずここだよね、ここにちょっと近所までみたいな時にさ、お財布とか携帯とかさ、ティッシュとかタオルとかなんだお菓子とかいろいろさ入れるのにちょうどいいさサイズ感だと思われる、まあ、長さもさ調節できるんだけど、まあデフォルトとしてはこれぐらいな感じ。よいしょ、どう？え、よくない？ピクニックみたいな感じだね。中もさちゃんとジップもついててね、逆さにして私よくさ中身消えてることあるんだけど、これだったら閉めればねなくさないっていうすごい優れものになっておりますので、皆さんぜひぜひ、まあ、このなんだっけベルトとバッグはね別売りになっているので、そこだけちょっと注意していただきゃいただきまして、ゲットしていただければなと思います。そんな商品でございました。8月25日に発売の商品のご紹介でございます。つるだん、バンドリアニメバンドリサードシーズンのフェイスタオル、エンディングシーン A から D の4種類ございます。じゃがじゃーん。皆様バンドリセカンドシーズンじゃないよ、サードシーズンの方見ていただけましたでしょうか。そちらのねエンディングで流れてたシーンたちがこうやってタオルになって、 A から D の4種類でフェイスタオルになっております。もう夏だからね、暑いよ。これでさちょっと顔ふきふきしていい感じにクリーンな日々をお過ごしくださいませ。はい、めっちゃねモコモコしてるね、ツルツルモコモコな感じ、とてもよろしいわ。さてそんなタオルがございます。そしてまだある、さらにさらに、なんとですよ8月25日の新商品にもう一アイテムがございます。こちら、ででん、よいしょ、アニメバンドリサードシーズンの T シャツエンディングシーン1から3の3種類でございます。見える？1、2、3 さっきのさタオルで使われていたさやつたちがさ、今度は T シャツになっちゃったみたいなバージョンで3つございます。いやね、これさちょっと待って、もう全部がエモいんだけどさ、その中でもやはりさちょっとここ見て、ここディリンディリンディリン、ここにちっちゃくでチュチュとユキナさんとねカワスミちゃんのこの3人がいてさ、猫と戯れてんのよ。これが本作中だとさ、なかなかこういったさスリーショットとかねあんまりお拝見できなかったようなものだったんですけども、こうやって私生活が見えるのはねいいことですね。いや仲良しだね、みんなね、癒されちゃうよつむぎさんは本当に。さあこんな感じで紹介させていただきました、こちらはですねバンドリー &D4DJ ストアにて発売中でございますので、販売されますので、ぜひぜひ皆さんストアの方に足を運んでいただければなと思います。以上商品のご紹介でした。
ということで、お付き合いありがとうございました。本日の動画はこれにて閉幕でございます。響の、YouTube 響スタイルはですね、響の所属の声優さんたちが、更新してまいりますので、ぜひぜひ、あ、いい感じ、わ、癒された、元気出たって思った、そこのあなたはポチッとね、チャンネル登録していただければなと思います。そんなこんなで以上、私つむぎりさでした。またね、バイバイ。待って、ちょっと待って、ちょっと待って、忘れ物してた、ちょっと待ってね。ポップコーンを開けるの忘れていたので、まだ帰っちゃダメ、ちょっと待って、いくよ、せーの。あ、半分焦げて半分できてたわということで、ハーフ&ハーフポップコーンでした。バイバイ。